イングジムチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今回はステーショナリー開発担当の手帳の中身を公開ということで、ステーショナリー開発部の望月さんにお越しいただきました。望月さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらは実際望月さんがプライベートで使われている手帳ということで、そうですね、はい、望月さんは切ったとか大きめシール、そういった女性向けの文房具の開発担当をいろいろされていて、手帳デコも非常にいろいろとノウハウを持っている。ありがとうございます。今回はその手帳中身の公開と、実際にどんな使われ方をしているのか、手帳術も紹介していただけるということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、では早速紹介していきます。ではその中身の方をご紹介いただけますか。はい、これひとときノートです。このコミックサイズですね。コミックサイズです。わ、すごっ。すげー。こんな感じで、このページを今日はご紹介させていただきたいなと思ってます。これはライフログ系のまとめ方をしているっていう感じですかね。そうですね、はい、で少し前の記録にはなるんですけど、はい、大きめシールでしたり、はい、切った、はい、あとはこのマークとか、はい、インスピックっていう、まあ、写真を印刷できるプリンターなんですが、はい、そういうのを使ってページを構成しています。でもそれぐらいしか使ってないんですね。なんかもっといろいろすごい使ってるような華やかな感じ風にすごい。ちなみに一番のポイントみたいなのはどこになったりするんですかね。そうですね、ポイントといいますか、作るときに気をつけていること、はいはい、といいますと、まずはフレームを作るっていうところですね。はいはいはい、1日1ページの記録になっているので、うん、まずタイトルを作って、はい、でその下はそのページに貼りたいものをなんとなく選んで、うん、もう本当適当にパラパラと貼って、あ、もう大きいものから貼っていくみたいな。大きいものからどんどん貼っていってます。でその後に空いたスペースに文字を埋めていって、最後バランス取るっていう感じです。なるほど、はい、ここら辺の今言ってたタイトルなんかは前も動画で紹介させてもらったことがあるんですけど、このマークの専用のアプリのハロー、はい、に今もうこういうちょっと飾り字みたいなもうテンプレートが入ってて、なのでまあちょっとこういう文字ってね、なかなか絵が上手じゃないと、そうなんです、書きづらい、難しいですよね、じゃないですか、はいはい、そういうのも今はね、まあ、テプラ使えば簡単に作れるようになってるんで、はい、こういう可愛らしいタイトルなんかも簡単に作れるっていうのがいいですよね。でこれ普通の透明のマットのテプラテープ使ってるんですけど、はい、でまあ、要は下地が透けるんで、望月さんの手帳の場合はこの下にマステを引いてる。そうなんです。ですよね。こちらは透明マスキングテープのソーダを下にまず貼った後に、このテープを上から重ねて貼ってます。なるほどね。それだとやっぱこういう柄のテープにテプラの印刷がされてるみたいな感じに見えますもんね。黒いままでも可愛いんですけど、やっぱり一番上に来るタイトルの部分になるので、はい、ちょっと華やかにしたいなっていう時には、なるほどね、はい、テープを貼ってます。何でもいいんですよね、別にソーダじゃなくても、はい、切ったでもどんなシールでもいいんですけど、まあ、ちょっと透けてるマスキングテープみたいなものが、ね、はい、あ、透けてなくても大丈夫です。透けてなくても大丈夫、はい、あ、そうか、下地だから別にそれは透けてなくてももう大丈夫です。なるほどね。ただ一つポイントがありまして、はい、こういう下地に引くマスキングテープはこの透け感を生かすのであれば、うんうんうん、ベタ印刷のものじゃなくって、真ん中に印刷が来てるようなものだと、あ、なるほど、爽やかな感じに仕上がります。全部このテープに沿って柄が入っちゃってると、まあ少しこうベタな感じになっちゃうから、はい、余白があるような、そうです、はい、真ん中の方にデザインされてるみたいな方が、まあ、確かにあくまで文字を目立たすデコレーションですので。ここら辺マスキングテープ切ったとか使ってますけど、はい、うん、はい、ここら辺の写真はスマホの写真を使って撮った写真とか使ってるんですか。はい、買ったものでしたり、その時食べたものっていうのを時々写真撮ってるんですけど、はい、それをこのインスピックという、はい、キャノンさんのちっちゃいプリンターで印刷してます。はい、これプリンターなんだ。そうなんです。でこれも写真なんですけど、こうちょっと見てください、これミスタードーナツデザインされてるんですけど、これは iPad で絵を描いているインスタグラマーさんを見て、はい、自分もやってみたいなと思いまして、スマホで撮った写真を。うちさん描いたんですかこれ。あ、そうです、自分で描きました。全然上手じゃないんですけど。いや上手ですよ上手です。 iPad でアプリを使ってお絵描きしたものをこのプリンターに送って印刷 し、はい、してみました。そうなんだ、はい、すごいですね。
やっぱただね写真載っけてるだけよりもやっぱ華やかになりますもんね、こういうことをやった方が。あ、そうですね、うん、そうですよね、いろいろ遊んでみてます。だからやっぱ最初にその日あったとか撮った写真とかっていうのをまずどこに置くのか決めて、うん、はい、でまあ、こういうシールとかマステとかをこう散らばらせて、で、まあ、最初にこうなんとなくでレイアウトを決めると。はい、もういきなり貼っちゃってるんですか、それともなんとなくこう、あ、なんとなくまず置いたりしてますね。置いたりするんで、はい、でもそこで時間かけすぎると嫌になっちゃうんで書くのが、 あんまり考えないようにしようと決めてまして、一旦もうなんとなくで貼っちゃうって感じですね。はいはいはい。でちょっと話戻っちゃうんですけど、はい、本当にデコレーションの方に、はい、この普通のマスキングテープとかこの透明のソーダとか使ってますけど、うん、はい、このライン、はい、これもマスキングテープで使ってるんですよね。そうですね、あの話題を変えたい時にただペンで引くでもいいんですけど、はい、その線もマスキングテープで引けると華やかになりますので、これはキッタのスリムのタイプを使っていて、はい、これを2枚を続けて貼ってまして、はい、細いのでラインマーカーっぽくマステを使うっていう。あ、なるほどね、話題を変えたい時に。あ、そうですね、ちょうどこのキッタのスリムが、はい、仕切り線みたいなのでいただけるってことですね。はい、うんうん、あとテクニック的な部分で、はい、ちょっと私が見てて気になったのがここのデザイン。はい、この今ワンちゃんがこのカゴの山を登っているっていうのをちょっと表してる、ね、そうですね、で、はい、このシール自体はこのキッタのこのデザインを貼ってるだけなんですけど、うんうん、まあ、別の写真とこう組み合わせたりして、はい、そういうモチーフにもできるっていう使い方をされてるっていうんですかね。そうですね、ただまっすぐそのまま貼るのも可愛く使えると思うんですけど、はいはい、せっかく動物のシールなんで動きを出したいなと、はい、あ、なるほど、思ってるんですね。はいはい、でこれも本当ハガキなんですよ、ハガキのポストカードをお店のハガキなんですけど。そうなんだ。カゴの展示会に行った時にもらってきたハガキでして、はい、その時のハガキをなんか可愛かったのでこう山積みになってるところだけを切って貼ってるんですね、はいはい、でその山積みのカゴに犬が登っててほしいって思って犬が登っててほしい、はい、あ、でこちらの、はい、これですよね、はい、これもだからこれも使ってますし、あ、そうです、そうです、動物結構動物モチーフのデザインも多いですからね、キッタは。あ、そうですね、そうですね、はい、これもそうですけどね、こう 猫これは猫なんですけどね、はい、試しにこの猫を使っても可愛くできると思うんですけど、うんうんうん、このまま使わずに こうして、あ、逆さにね、逆さにして、はいはいはい、こういう丸みのあるところに、はい、なんかこの背中の丸い感じをこう沿わせて貼ると、はいはい、こういう感じで。あ、全然馴染んでる、馴染んでますね、本当だ、こんな感じで可愛くなると思います。マスキングテープって和紙で作られてるんですけど、はいはい、和紙は非常に薄いので、はいはいはい、この白いところがノートに貼ると透けるんですよね。あ、確かに。ですので、まあ、この余白気にせず、うん、この印刷だけを活かして写真とかに、はい、貼ると馴染むんですよね、はい、だからそっか、色がついてる写真の上とかにマステは貼ると結構相性がいい。相性いいと思います。はい、なるほどね。あと色の向きで貼るっていう、色の向きで貼るってことですよね、はい、あとちょっと細かいところかもしれないんですけど、はい、タイトル横のこういう、そうです、このキッタの、はい、キッタって使ってるんですよね、はい、この金箔のキッタを、はい、まあ、ハサミで切って散らしてるっていう方法なんですけど、はいはいはい、見返した時とか、はい、キラッとなってると可愛く見えると思うので。確かに目はそこに引きますよね。そうなんです、うん、このままさっきと同じで貼ってもいいんですけど、はい、この中のドットを生かして部分的に散らしていくっていうのも可愛く作れると思います。はい、例えばこのページですと、はい、ここに今目がいってますけど、まあ、ここもここも白押しなので、はい、あ、使ってますよね、全体で見た時にキラッとするページになっているといいますか。夏の記録なんでこういう黄色とか青系の、ね、はい、ものを使ったりとか、まさにそこら辺も意識して夏っぽい感じがしていいですよね。 ありがとうございます。黄色をポイントとして全てのテープに黄色が入ってる感じ、あ、本当ですね、にすると統一感が出ます。なるほど。日記の中のポイントになっているところに水性ペン使ってこうちょっと目立たせたりとか。なるほど。このペンを選ぶときにも、うん、今水色とオレンジ使ってるんですけど、はいはい、使
使ってるテープ、こういうところのテープで混ざっているような色を使ったりですとか、はい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 、全体の見栄えってやっぱりこの使ってるシールと文字とその色で決まってくると思うんですけど、その全ての色を同じ系統にするっていうのが非常に重要なポイントといいますか、あのまとまりを作るポイントになりますね。まずその大きな素材で何を使うのかって決めたら、はい、それに近いペンとか、はい、色のマスキングテープなんかを散らしてあげると、はい、統一感が出て良、はい、くなるっていうことなんですかね、はい、なるほどね。そういうのを最初にこう決めておくとデコレーションも迷わないんで。あ、そうですね、確かに、はい、でうちの商品以外にもいっぱいシールとかマスキングテープ出てて、はい、多分皆さんいっぱい買ってコレクションしてる方も多いと思うんですけど、使い切れないとか結局いっぱいあっても何から使えばいいか分からなくなっちゃうっていう人が多そうなんですが、はい、選ぶときに最初に今日はこういう日記を書くから青と黄色にしようとか色で集めてきて使うっていう方法もすごくおすすめです。あ、なるほどですね、はい、分かりました。あと左下に書いたペンの種類ですかね、これ。そうですね、書いてあるんですけど、はい、これなんて書いてあるんですか。もうシールと同じくでペンもすごい集めてる方も多いと思うんですけど、はい、ページの仕上がりが結構気に入ってる時に、はい、このページってどのペンを使ったんだっけと、はい、すぐ見返せるように使ったペンの名前を書いておくと便利です。はい、あ、確かにデコレーションされる方はいろんなペン持ってる方もきっと多いでしょうから、はい、同じようなトーンで作りたいなって時にはこういうの書いておくとね、はい、便利ですよね。このひとときのマークが一言メモを書けるような意味でも一個つけてるんですよ。今日の一言を書けるようなところをあえて作ってみたので、あ、まあ、それを活用してるっていうのもあるんですけど、はい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 、まあ、実際それ書いてすごく便利だなと思ってます。なるほど、はい、ということで今回は文房具開発担当の手帳の中身を紹介してきました。最後までご覧いただきありがとうございました。望月さんもありがとうございました。ありがとうございました。また次回もご覧ください。さよなら。